皆さん、おはこんばんちは。ミラクルゴルファーママプです。こんにちは。はい、今回はブリヂストンのねツアー B のボールが新しく発売されたということで、そのボールについてちょっと、動画を撮っていこうかなというふうに思ってます。2月の11日にこちらが、こちらこれ、はい、YouTuber っぽいでしょこれこれがね発売になりました。はい、ツアー B のね新しいボールです。はい、これね。はい、で、まあ、私は、ネットでね、注文していたんですけど、こちらが、次の日12日に届きました。はい、でまだこう打つとかねそういうのしてないんですけど、このボールについてちょっとこう私の動画をご覧の皆様ならご存知の爪トントンでねちょっと確認してみたいというふうに思います。はい、早速ねちょっと出してみたいと思います。ここねボールがよいしょ。うん、はい、ひっくり返して、はい、焦点が合わない、顔がいらない、焦点が合わない焦点合わないですね。はい、で、まず第一印象、触った感じの第一印象ね、これ今までのボールよりちょっとね、なんだろう、しっとりしてるというか、こうちょっとこう指でこすったりするとね少し引っかかりがあるというかしっとり感があります。はい、でこう心なしか、なんだろう、ちょっとボールの色が黄色の度合いが薄くなったというかラメっぽくなったというかかな。はい、でこれちょっとぐるっと見ても変わった部分が、もう印字の部分はね変わったところがほぼパッと見はわからないです。はい、一緒です。でこれわからないんでちょっとこの、ま、前作の去年までのね21年までのボールをちょっと持ってきたんで出してみます、ね、これねやっぱり触った感じがねちょっとかすかに違うんですよね。で印字はまあ分かりにくいですけどもうほぼ一緒ですね。一緒ですね。ちょっと数字とこうコーポレートのね B の配置というか、なんですかね、こう文字の場所が違うのかな、ちょっと字体とか一緒ですね。そして唯一の違いになるのかな、この横にツアー BX ってね書いてあるんですけど、この文字の横に三角形が入ってるんですけど、この三角のね柄というか形が違います。これが唯一の違いなんですかね。はい、ボケてますね、映像がボケてます、ね、違い、なぜボケて、はい、まあ、いいか、俺の顔はボケててもっていうことです。はい、でねこの違いがねそれぐらいで、こう比べるとねちょっとわかるんですけど、色がねやっぱりちょっとね違いますね。少しだけ違うかな、表面のコーティングがちょっと違うのかな、そんな感じですかね。うん、あと全然こう違いがないですよね。はい、で、まあ、この箱にねよく横にこう箱の違いはこんな感じ、出てますね。はい、箱の違いね、こんな感じ。そして箱の横によくこうこれだと分かりますよね、こうなんかいろいろ書いてありますよね、文言がね。はい、この文言、これが
こう古い方とね新しい方と比べてみると、古い方が去年までのやつはねドライバーの飛距離っていうところがねかなり優れているって書いてますけど、今回はドライバー飛距離じゃなくてドライバーショットっていうふうに書いてあって、非常に優れた飛距離性能っていうふうになってます。そしてアプローチスピンって以前は書いてあって優れているってなってたんですけど、今回の出たやつはアプローチショットって書いてますね。高いスピン性能に加えて乗り心地、乗り感、乗り心地じゃおかしいですね、車ですけど乗り感が進化、乗り感っていうねこうキーワード、これ今回のツアー B のね、ボールに関してのこう一番のポイントなんですかね、乗り感っていうところ、まあホームページとか見てもね乗り感が違うっていうふうに書いてあるのでね、ちょっとそこら辺がやっぱ一番のポイントなのかなっていうふうに思います。この画面がぼやけるの気になりますよねまあいいか私のね YouTube ご覧になっている方はご存知かもしれないですけど、この爪トントンね、以前ね爪トントンの理由、ちょっと YouTube で作ったんですけど、まあ、見ていただけましたかね、はい。まあ、これまずね爪トントンでねちょっと確認してみたいと思います。マイクがここにあるのでこのマイクの前でねいきますね。まず前の球、あ前の球、うん、去年までの球ね、で今年の球、これね分かりづらいですね。どうですか、これね叩いてるとね分かるんですよ。前のこっちがね去年、こっちが今年のボールなんですけど、ちょっとだけねまあこうどうやってやると違いが出るか分かんないですけどね、これ去年、これ今年、やっぱりちょっとだけ柔らかくなってます。これ多分表面の柔らかさだと思います。そして爪のこの当たった感触でいくとやっぱりちょっとこう今年のボールの方が少ししっとりしているというか、こうちょっと爪の当たりがね柔らかいというか感触がいいんですよね。なのでちょっと去年よりも少し柔らかくなっていると、で飛距離も性能が上がっているとすればかなりいいボールなんじゃないかなというふうに、いいボールって変ですけど、期待できるボールじゃないかなというふうに思います。で少しちょっとパターンも転がしたんですけど、パターの感じでいくと、かなり打感が柔らかくなりつつしっかり感があるっていう感じです。で少し、10ヤードぐらいのアプローチをインドアの中でもちょっとやったんですけど、その感じでいくと、まあ、乗り感っていうの部分ではちょっとまだ分からなかったんですけど、打った感触に関してはやはり前作よりもちょっと柔らかくなっていると。でパターに関してあんまり柔らかすぎるとちょっと、感覚が私の場合ですね距離感がちょっとつかみづらいんで、ツアー XS を X に変えてるんですけど、まあ、この感じでいくと少し柔らかくなってるけど芯がある感じなんで、非常にこう距離感、アプローチとかチッピングとかあとパターに関しての距離感も取りやすいんじゃないかなっていうふうに思います。コースでねちょっと試すの楽しみですよね。まだ実は行けないんですけどね、まあ、動画でもやってますけど、まだ怪我していてちょっとゴルフができる状態ではないんでちょっと試せないんですけど、早く打ってみたいなっていう気がします。はい、まあ、XS に関してはまだちょっと手元にないので何とも言えないんですけど、このなんか感じでいくと XS はかなり打感が柔らかくてボールが少し潰れるような感触が出てくるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、またそれはおいおいボールが手に入ったところでまた動画にしたいと思います。まあ、今回はねこのツアー BX の、こっちですね、ツアー BX のね私なりの爪トントン見解考察ということでした。はい、以上マーモップでした。
また見てください。いいねとね、チャンネル登録よろしくお願いします。